と日本酒ですもんね、はいはい、そうですね。グラスワインとかはメニューですともジャンルだけ載せてまして、日替わりでいろいろ開けて、はい、お客様にこうボトルを並べてお味ご案内とかしてまして、あ、いいですね。あ、でもいろんなお店の、そうです、はい、はい、この辺もちょっといただきたいなって、はいはい、あの、まあ、お酒ワインと日本酒に合わせてというイメージを伝えまして、はいはいはい、作っていただいているものですね。時間読み放題ってそうですね。あ、そうですね。ハッピーアワーというタイトルにして早い時間だけやってる企画ですね。細いのが耳のところですね。で、あとこうターンですね。ターン、はい、で、この間にほぐして入れてるのが足の肉です。はい、周りのこうゼラチン質のところも、はい、豚の肉でお出汁取って、はい、で、まあ、ちょっとこう煮こごりっぽく固めてあります。うんうんうん、薄味ですけど、この周りも美味しいです、うんうん、はい、どれも美味しそう、はい、美味しそう、美味しいのばっかりです。オーストリアでございますね、はい、初めて見るのが多いっていう方ばっかりですので、うん、ジャケ買いでいいですよね。ジャケ買いでしちゃいますよね。すっきりした感じですとこの3つ、うん、これはとてもボリュームがあって飲み応えがあります。あの畑にいろんなのを植えて、そのいろんなのを植えてるのをそのままワインに仕込んでるの。先にまずこっちカーブとThank you.
オーストラリアでございます。ラリア、はい。オーストラリアが今日の中では一番軽やかですね。チャーミングな感じですね。隣のフランスもバランスが良いです。味も柔らかいです。で、2つがフルボディのタイプですね。はい、ありがとうございます。結構召し上がるんですか？毎日。あ、毎日。大好きでして。大好き。こんなクラシックな。食べるの好きそうな。日本酒はうちはワインと同じで、いろいろ。
洋梨ってことですか、これは。あ、洋梨を、はい、仕込んでる、ドブロクのスタイル。これは佐渡島の酒蔵さんですね。これ鳥のシルエットなんですけど、蔵元さんがある場所がですね、白鳥の飛来地なんですね。これ九州の蔵元さんで、このミーのことぶきで、ミー君、土地の名前から来るんですけど、めちゃくちゃスラムダンクです。ミッチーです。だから、はい、あ、でもミーのことぶきって読むんですね、本当は。もう本来はミーのことぶき。こちらは神奈川県です。リンゴさんの成分をよく出す酵母を選んで仕込んでるのが、この酵母の番号を書いてますね、ここ。はいはい、書いてます。はい、魚沼の味、はい、これはもう夏純銀って書いてますけど、日本酒結構季節で出してくるのがいくつかありますけど、はいはい、今のタイミングですと夏酒って結構2つご用意しましょうか。少しずつ5種類ご用意してみました、はい。こちらから、イタリアのハートチーズ、まあ皆様もよくご存知のパルミジャーノレチャーノですね、はい、はい。でお隣が、こちらはサンネクテールといいまして、うん、フランスの、まあ、中央部オーベルニュという地方の牛のミルクを使っているセミハードタイプ、はい。で真ん中の薄切りですね、長方形はスペインでございます。スペインは羊とかのミルクが多いんですね。これもそのタイプで、名前がウーモという場所で行きますとマドリード、はいはい、大きい都市ありますけど、はい、そこのちょっと北ぐらいにこちらのチーズ作ってるエリアがあります。またフランスになりますが、サヴォワという地方です。ウォッシュチーズ、外側をお酒とか塩水とかでこう拭きながら熟成させる、これはルブロッションという名前の、まあ、同じくフランスですが青カビのチーズですね、はい。まあ、青カビとしては食べやすいタイプになりまして、うん、フルムダンベールと言います。終わっちゃうみたいな感じで、はい、うん、ワインのですか、米よりも果実である、はいはい、香りが強いとか、白ワインご紹介します、はい、お願いします。ブルーチーズとかドブロク合わせやすくて、なるほどなるほど、ミハード3種類も全然キャラ違いますからね。はい、美味しい。ブルーチーズカジュアルなんだけどエレガントにもなれるとか、その点だとオーストリアは山形県のお酒ですね。栄光富士という山形の鶴岡の酒蔵さんですね、はい。こちらがお米の名前ですね。この出羽の、はい、出羽の里というのは、これもその季節の夏酒シリーズで、そんなにガツンとかないですね。うーんいいですね。ともとくなんか美味しくて、はいはい、なんか甘すぎじゃない。水出しの、はい、ハーブチーズ、ブレンドしてまして、ベースはカモミールで、そうですね、あとはこうずらして動物シリーズは試しに作ったら結構苦くて、へえー、はい、美味しい。それ以上